はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それでは頑張れ五右衛門外伝2、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、雪の巨人の先の地下通路に行きまして、で、鍵のある場所の直前までね、行ったんですけれども、そこで橋がね、急に崩れてしまいまして、で、この地底の世界のね、ピロロンワールドに、やってきたわけなんですけれども、地上の世界に戻るにはね、パイア王国という場所まで行かないといけないんですけれども、その前にね、このクイモンシティの人たちが、全員虫歯にされてしまったので、そのね、元凶である魔人をね、倒さないといけないという展開になったところで、前回はね、終了したんですけれども、今回は、その魔人がいるね、シュガー宮殿に、行ってみたいと思ってるんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、五右衛門がレベル34、エビス丸もレベル34で、コリュータがレベル31まで、上がっております。あとは装備品なんですけれども、五右衛門に、グリーンハリセン、アルマジロ帽子、プレート鎧、鋼鉄の固定で、エビス丸が、レッドヨーヨー、カッパの皿、ギガキャミソール、鋼鉄の固定で、コリュータがイエローゴマ、アルマジロ帽子、スケール鎧、高級時計をね、それぞれ買って装備してあるという状況になっております。ではそのシュガー宮殿に行ってみましょう。クイモンシティの南東の方って言っておりましたけれども、ここですね。お、戦闘アメちゃんかな。アメちゃんは弱いので、適当に地獄笛でも使いましょう。あとクイモンシティのね、防具屋さんというか、お店でね、防具を買ったんですけれども、防御力はね、上がったんですけれども、素早さがね結構下がっちゃってるんで、割とね、こっちの行動が遅かったりもしちゃいますね。それでこの扉は、ソルトの鍵で開くのかな。よし、じゃあ中に行きましょう。結構ね、このシュガー宮殿も広いというかね、作りが複雑なんでね、ちょっと途中迷っちゃうかもしれませんけれども、これはタコヤキンソードとダンゴロウかな。よし、お、階段がありますね。シュガー宮殿っていうだけあって、完全にこうケーキというかね、お菓子のダンジョンですね。あ、宝箱がありましたね。ちょっと回収しちゃいましょう。あ、照り焼きバーガー、別にいらないかな。プリンス、プリンスはなんか回復を使ってきますね。実は実況外のレベル上げはね、さっきのあの扉の手前で、やってたんですけれども、結構ね、体力が高かったり、あとは麻痺の攻撃をね、してくる敵とかもいるんで、ちょっとね、厄介でしたね。あ、これですね、ケーキローですね。このケーキローがね、なんか麻痺を使ってくるので、なるべく早く倒したいですけれども、あ、回復されましたね。これで紛らないでいけるかな。よし、あ、そうだ、あと実況会のレベル上げ中はね、五右衛門に、ウルトラギブスをね、装備させてたんですけれども、
まあ、50回ね、あの戦闘したんで、まあ、一応1レベル分ね、あの能力が上がったんで、まあ、前回と比べてね、レベルは1しか上がってないんですけれども、まあ、実質2レベル分のね、まあ、能力が上がったというね、まあ、そんな感じですね。よし。かな。たこ焼きんソードと、ダンゴロウですね。まあ、たこ焼きんソードは結構ね攻撃力が高いんですけれども、まあでも変な攻撃をしてくるわけじゃないんでね、まあそんなに苦ではないかな。いやしかしこう見るだけで甘ったるいですね。実際私あの洋菓子系の甘さっていうのがねちょっと苦手なんで、うん、ここはちょっと見てるだけでも胸焼けがしそうですね。床はクッキーですもんね。たこ焼きはね好きですけどね。よし。まあたこ焼きが好きっていうか、まあ粉物が好きなのかな。お、また戦闘。かしわもちん。かしわもちんはそんなに変な攻撃はしてこないかな。和菓子か和菓子は好きですけどね。よし。道はこっちで合ってるのかな。お、また戦闘。口裂けせんべとプリンス。あ、火吹いてきましたね。せんべいが出てきましたね。お、ナイス。ちょっとプリンとおせんべいは一緒に食いたくはないですが。お、全然歩けませんね。ゴエモンが食らってますけれども、まあまだ大丈夫でしょう。またおせんべいとプリンですね。あっそ。全然歩けませんね。ケーキローとかしわもちん。お、ゴエモンが巻きちゃいましたね。あ、そっか、全員巻きる可能性もあるから、まあ、気持ち早めに回復しておいた方がいいのかな。あとはエビスマルとポリュタで頑張ってもらいましょう。よし。そしたらちょっと回復しましょう。リフリラでいいか。もう一回ぐらい。下り階段。
今何階にいるんだろう。お、宝箱。ちょっと床の色とね、似てるんで、見逃しちゃうかもしれないですね。これは何でしょう。あ、照り焼きバーガーお菓子の宮殿の中にハンバーガーがあるっていうのも、まあ、ちょっとね不思議な感じがしますが、たこ焼きんそう、まあ、刺さってるのが用事じゃなくて完全に剣ですね。シミター的な剣でしたね。よし、もう行き止まりか。で、また戦闘いや、このダンジョン難度、ダンジョン内のエンカウントの高さは異常ですね。あとは柏餅だけかな。左かな。わ、いっぱいいますね。まあ適当でいいか。とりあえずケーキローを先に倒したい。よし、お、ナイス。まずはガーッと戦えば倒せるでしょう。全然歩けませんね5歩以上歩けませんね。まあやっぱりファミコンの RPG ですからね、まあ、エンカウント率を上げてこうプレイ時間をね引き伸ばすというかね、そういう手法が見えておりますが、あ、でも意外に歩けましたね。で、宝箱。陰謀。陰謀は、まあ自分より弱い敵が出てこなくなるんですけれども、ダンジョン内で有効なのかな？一応有効っぽいですね。よしよし、なかなかいい感じですね。いや、これはどっちだろうお、戦闘。ということはやっぱり敵のレベルの方が高いのかな。まあせっかくいい感じでね歩けてましたが、戦闘になっちゃいましたね。どっちかろう。こっちかな今なんて言いましたどっちかろうってなんだろうまあさすが寝起きだけありますねまだ朝の7時44分ですねあ、藤壺の小手、これは恵比寿丸の装備品かな。
まあ、せっかく鋼鉄のコテ買ったんですけれども、防御力上がったかな、いや下がってますね。その代わり攻撃力が上がるのか。だったら鋼鉄のコテでいいか。まあ攻撃力はね、まあそれなりにありますからね。口裂けせんべとプリンス、このおせんべいとプリンはまあ火力が低いんでね、楽ですね。よし、あでも素早さが上がるのかな。まあいっか。なんか宝箱がありましたが、まあいいでしょう。上は行き止まり、あ、印籠がなくなっちゃいましたね。で、途端に戦闘、まあ、ガーッと戦っちゃいましょう。エビス丸が麻痺、まあこれで倒せるかな。ん？使った。お、また戦闘。この組み合わせもよく出ますね。1体残っちゃうのはしょうがない。これはどうなってるんだ。あ、ケーキローだ。誰か一人ぐらいはまひっちゃうかな。危ない。まあ、まひになっても何ターンかすればね、まあ、回復はするんですけれども、その間ボコ殴りですからね。はなんだ。わ、よりどり緑ケーキ、柏餅プリン、お土産みたいですはもちろん先に倒してほしかったですが、まあしょうがない。お、宝箱と思ったら戦闘。たこ焼きと団子の組み合わせっていうのも、まあ、すごいですね。これは、あ、富士壺円盤、これでエビス丸が富士壺セットになれるのかな。じゃあとりあえず武器は装備しましょう。180、184、防御が200、
まあ、せっかくですから富士壺セットでやってみましょうか。まあ、さっきと言ってることとやってることが全然違いますけれどもまあいいでしょうなんかあんまり強そうな攻撃モーションじゃないですね。あ、そうだ。あと、まあ、今までね、全然触れてなかったんですけれど、エビス丸とかね、まあ、ゴエポンもそうなんですけど、まあ、後方にね、こんな感じで、まあ、配置することができるんですけれど、まあ、さっきのね、富士壺エンバーみたいに、ロングレンジの武器だとね、後ろにいても、まあ、攻撃ができるんですけれど、まあ、あんまり意味がないというかね、まあ、後ろにいるからといって、まあ、ダメージをね、全く受けないわけじゃないんでね、まあ、今までね、全然この並び替えっていうのを使ってなかったんですけれど、まあ、このコリュータのね、このコマも、まあ、ロングレンジの武器なんで、まあ、後ろにね、配置することも、まあ、できるんですけど、まあ、あんまりね、意味がないんで全員前衛でいいでしょう。まあ、笛とかね、キセルとかは、まあ、近距離の武器なんで、まあ、後ろにね、配置すると、まあ、攻撃が当たらなくなっちゃうんですけれど、まあ、一応攻撃を受ける確率が少しは減るのかな。あ、もうボスですね。そしたら回復しましょう。まあ、こんなもんでいいかな。オーレは和菓子。オーレは洋菓子。あ、和菓子と洋菓子。二人合わせてスイート魔人。お前らも虫歯にしてやる。和菓子と洋菓子じゃあとりあえず普通に攻撃して、コリュータはライオン剣を、ゴエモン、まあ、これはハッスルが、まあ、無料というかね、まあ、普通に道具で使えるようになるんですけれど、で結構ダメージはでかいぞ。まあ、コリュータにもライオン剣を、コリュータじゃないや、エビスバルにも、うん、ライオン剣を使っておきましょう。まあ、ナナちゃんの頑張ってと、まあ、一生というかね、まあ、そんな感じですね。あ、意外に弱い。じゃあ最後コリュータもライオン剣を、自分に、で、あとガーッと戦いましょう。あ、弱いですねよし、まあ、これで魔人を倒しましたんで、出ましょうか。じゃあ、出る出る。と、トブーンで、クイモンシティに帰りましょう。まあ、この地底の世界に来たんでね、今まで行った村とかは、ちょっとね、今、行けない状態ですね。まあ、一応泊まりますか。そうだ、虫歯治ったのかな。ここはクイモンシティ用と、あ、治ってますね。まあ、ちょっと話聞いてまいりますか。ん、逃げた。
や、やっぱり歯医者さんに行こう。なるほど。この人はよく逃げますね。甘いものの食べ過ぎには注意しなきゃね。まあそうですね。歯医者さんに行ったら、ほら元通り、やっぱり虫歯は早く治さなきゃ。なるほど。まあでも結局歯医者さんに治してもらうっていうことは、まあ、特に魔人は虫歯にするだけなんでしょうかね。魔人を倒したからといって虫歯が治るわけじゃないみたいですね。おいらそのまま放っておいたから入れ歯になっちゃった。ホロホロ。なるほど。虫歯はまあほっとくと大変になっちゃいますからね。あ、こっちじゃないや。王様に会いに行きましょう。ご苦労であった。これでこの町も救われる。わしの友達は下の番人が立っている奥の部屋におる。さあ行くがよい。ありがとうございます。元気でな。じゃあおじいさんもお元気で。おじいさんじゃないか、国王か。これでこの先に行けるのかな。どうぞ奥の部屋に。まあ、ちょっとね、今後の展開を考えて、この先まで行っちゃいましょう。歯医者さんに行かなきゃ。でも怖いな。歯医者さんおっかないっていうか、ちょっとね、雰囲気が嫌ですよね。あと音とかね。王様から話は聞きました。私たちの守護神があなたたちをパヤまでお送りいたします。お願いします。ではパーピラーパーピラー。お、蝶々。私たちの守護神パピラです。さあパヤまでお送りします。お乗りください。あ、蝶に乗って行くんですね。いや、なんかいい感じですね。今まではね、まあ、船とかね、リニアモーターカーに乗ってね、まあ、移動してたんですけど、全然雰囲気が違いますね。リニアモーターカー？リニアカーか。ここはピロロンワールドで一番大きな国、パヤ王国だ、パヤ。なるほど。この人は、我らが王国の王女様が魔物に連れ去られてしまったパヤ。あ、大変ですね。今助けてって声が聞こえたパヤ。王女様の声？それとも開発スタッフの？まあ、よっぽど納期に追われてるか、バグが取れないか。大変なんでしょうかね。あ、逃げた。魔物は氷の魔法を使うパヤ。ああ、そうですか。王女様を救いに行った者はみんなカチンコチンにされてしまったパヤ。なるほど。まあ、特に目新しいものは売ってないかな。この人は、伝説の勇者さえ来てくれたら魔物なんてすぐに倒してくれるのにパヤ。なるほど。伝説の勇者、誰のことなんでしょうかね。ここから先武器や防具はお店では売ってないから、しっかりダンジョンの中で探すパヤ。なるほど。そうなんですよね、もうこの先新しいものは売ってないんですよね。まあ、だからさっきの富士壺セットみたいに、まあ、ダンジョンの中で、まあ、装備品をね整えていくっていう感じですね。この人は、あなたたちは、オイラたちはこの間の地震でこの地下の大陸に、地上から来られたのですね。で、伝説は本当だったんだわ。へ、ざん切り頭でへの字口、赤い服を着た男と、おたふく顔でデカバナ、食い意地の張った変な忍者、そして
もじゃもじゃ頭のもじゃもじゃ小僧の3人が地上より舞い降りて魔物を追い払う。これがパヤに伝わる勇者の伝説なのです。ああ、そうですか。なんか今慌てて作ったみたいな伝説でんな。本当ですね。王女様を助けてください。お願いします。勇者様、お願いです。王女様をさらった魔物の城、魔獣城はここから北東にあります。なるほど。まあ、ということでね、まあ、地上の世界に行くには、まあ、このパヤ王国の王女様をね、まあ、助けないといけないみたいですね。誰か王女を救える者はいないのか、パヤ。ここは立ち入り禁止だ、パヤ。なるほど。まあ、伝説の勇者みたいな格好をしたね、3人がいますからね。まあ、ゴエモンたちがやるしかないんでしょう。では今回は、このパヤ王国の近くでセーブをして終了したいと思います。これで OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。